ほな行くか。足元悪い雨の中、東京レース場芝2000、12人の馬娘たちが挑みます。さあ、1番人気の紹介です。6番、実力は負けていません。2番人気、10番、ここまで無敗、秋の三冠馬娘、タマモクロス。現在3番人気、実力は間違いなく上位です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘、ゲートに入って体勢整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。さあ、花に立ったのは6番。このままリードすることができるか。これから第2コーナーへかかっていきます。6番、快調に飛ばしていきます。さあ、期待に応えて6番、逃げる逃げる、早くも先頭。続いて7番、早くも激しい競り合い。3番手に10番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。さあ、7番、ここで先頭です。2番手の位置で先頭を伺うのは6番、3馬身差10番、後から9番、少し後ろから3番、1馬身差11番、少し離れてタマモクロス。それを見るように8番、内で5番、さらに外12番、後方2番手に4番、そして最後方2番、意気揚々と先頭を行きます。7番、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。順位を振り返っていきます。現在1番手は7番、続きました6番、2馬身3馬身開いて10番、5馬身離れて9番、少し後ろから3番、そしてその後ろから行くのはタマモクロス。8番、並んできた、少し離れて12番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。先頭は見合ったまま。これは直線勝負になるか。タマモクロス前を狙っているぞ。さあ、誰が最初に仕掛けるのか。6番、2番手につけ様子を見守る。6番、内で様子を伺う。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは10番、タマモクロス。先番を目指して加速する。栄光まで400。内から仕掛けたのはタマモクロス。飛び込んできたタマモクロス。タマモクロスまくって上がってくる。タマモクロス追い上げる。追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。残り200。タマモクロス追い込んでくる。10番、苦しいけど粘っている。並びかけてきたのはタマモクロス。タマモクロスは10番、もつれるようにゴールイン。レースを制しました。タマモクロス見事な勝利だ。2着には10番、3着は6番。